最初と書いて始めの朝え。チェリンチェリン谷ということで、今回はですね、ごめんなさい、ブルーホースでございます。本日もよろしくお願いいたし、待って。はい。今回はですね、まあ、ちょっと休憩会というか、前回頑張ってね、なんとか、なんか、泳ぐ魚で、ね、泳がない魚がいたら教えてくれっていう話なんですけど、まあ、ぶちのめすことに成功したっちゅうことでございますんで、とりあえず、戻ります。サブクエ的なやつをいろいろとクリアしていこうかなと思っている次第でございます。ということなので、まずは、あれだね、夜中、どこまでやろうかな。よいしょ、ほい、ピリン。そう、夜中をクリアしていかなきゃいけないので、夜中をクリアしていかなきゃいけないってなんだ。もう日本語になってねえんだよ。カスカスや。よし、じゃあ、ということで、ぴょーん、オッケー、てー。まあ、いろんなサブクエ的なやつをね、クリアしていこうと思っていますんで、まあ、それは、何をやるのかっていうのはね、お楽しみに見ててくれてればな、というふうに思います。はい。ということで、まずは早速、資金調達。チャラチャチャラチャチャー銀ルピーてか、すごいところに仕込んでるよね、ほんと。ほんとはね、なんかね、オクタロックもね、50匹、ボッコボコにしばき上げることでさ、ハートのかけらとかも、おっそ、歩く気ある？そうだよな。で、一応なんか、あれだね、お魚さんの中でも、間違えた、おめえに用はねえ、で、これ外して、で、今更説明を聞いてお前はどうする気だって言うて、でもそっか、メインストーリーとしては1個だけあれやっとかなきゃいけないのか、初日の夜じゃないとできなかったよね、確かに。おはようございます、お元気ですか、いいところに、だいぶゴロン、だいぶゴロン、多分全部ゴロンだと思うんだけど、チャラチャチャ、なくなったらまた買いに行くゴロンってことで、さあお邪魔しました。まず一発目やるっていうのは、ロバニー牧場でマーロニーちゃんを食べて、あと、チュル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 っていうことで、こっちかな？こっちですね。あ、ゴロ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 、ブユーンと、だったかだから、ベシーン、お亡くなり、お前のお乳をよこしやがれ、ハートキャッチプリキュア、こっちです、ブイーン。で、こっちをぐるっと回って、結局そういえばあれだったな、あいつ手に入れてねえや、なんだったっけ、もうあれだよ、もう、やばいな、いろいろと始まっちゃってんな、おい。ポッポイーさー、逃げろ逃げろ、おっさんなんて言うの喋る。わーい、俺が壊そうと思ってたのにー、思うのとさ、実際に行動するのとでは別なんだよ。いや、まあ、実際にここでひびをね、入れて。でもこれさ、上から思いっきりバーンってなってるけどさ、肘じゃねえや、ひびだよ。ひび入ってるけどさ、実際のところどうなんだろうね、どうやってあそこに対してひびをこうバコッと入れることができたのかなって、すっげえ不思議なんだよな。てくれたんちゃ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 んちゃんちゃかちゃ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 んちゃちゃかちゃちゃちゃ、おはようございます、お元気ですか、しゃべる、あれ君だーれ、私マロニーちゃん、ブルーホース、ブルーホース、いい名前だけ、バッタ君ってのはどう、いや、やめてくださいよ。せめてカマキリちゃんにしてくと、あいつら来るの、これ何、鼻輪っか、鼻ピアス、超でっかくて痛そうなんだよね。なんか鼻ピアスと、下ピアスと、へそピアスと、あと、耳のピアスなんか10個くらいつけてる女の子に会ったことあるけど、やってみるよ。はい、いいよ。なんかね、すーげーね、奇抜だった、マジで。2分超えたらアウトだからね。今まで1分。あれ？俺、51秒。ほら、どっから来たの？まあ、いいけどさ。よいしょ。やばいな。これだと多分ね、マロニーちゃんがね、あなたにはパクパクしてあげないからって怒られちゃう、こんな状態じゃ。まあでもあれですよ、おめパクパクするほどまだねえから、もうあれですよ、お姉ちゃんの誰だったっけ、クリームちゃん。クリミアちゃん。クリミアだったっけ、うん、そうそう、なんかさ、よく、スーパーじゃないや、
なんか工業施設とかでさ、違う工業施設ってなんだ、商業施設、創業施設、あーもう日本語は喋れないし、むちゃくちゃだし、ちょっと待って、無知入れて、そうそう、商業施設、あ、ちょ、なんかすごいコントローラー固まってる。そう、商業施設とかさ、あのなんかサービスエリアとかで売ってるさ、なんだっけ、あるじゃん、あの、ほら、クリミアのアイスコーンクリーム。あの、普通350円のソフトクリームっていうのになぜか500円で46秒よっしゃ前回でも5秒くらいあったらあなたと地域ぴったり後ろに払う太陽の光で逃げていく。はい、わかりました。で、今夜2時に作戦スタートねっていう。で、2時に作戦スタートって言って、スターティンって言ってるんだけど、実際は3時から3時半くらいに行けばなんとか間に合うからもそれでいいかなと思ってます。ということで、今からあの、クリミアさんにゴシゴシさんに行きましょう。チャラロー、チャラロー、チャラチャラ、もっとどうすんだよ。草むしりの仕方よ。で、これを確かこうやって、もうちょっと近づかなきゃいけないかな。なんでだよー、なんでだよー。メリコミーの、違う。こうしないといけない、確か。ぷくん、ほら、こうするとほら、クリミアちゃんに、なでなでー、あなたのどこをなでられたいのかしらーって。ちょっとね、さすがにね、あのね、開始してね、6分、5分ね、このテンションでやってたからね。あ、え、クッパ、お前、まさか、カメックババだったのか。はぁー。ちょ、動揺がひどすぎて、動揺がひどすぎて、ゴロゴロできなくなってる。ということで、こう。ということで、次はですね、とりあえず、まずやるべきことは、なんだったっけ。いや、沼地でいいかな。ヌマチックスくる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 ってプシュープイエー飛んでけーベイベー飛んでマリオさあということでデクババちゃんおやすみなさーいドゥエイウェイ2003年ドラフト3位だったかな3位があれで5位が違う4位がボッシュだったっけこれ食らうでしょあれあ、食らわへんねやへぇ登って登らへんのかーいマジかまあいいや別に登らなくてもいいんだけどさよしじゃあまずはあいつをプル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 プンてるちちちゃんということで早速いきましょうゴロン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 ドゥーああ、ここは食らうのかよ。登って、回るー。ちゃっちゃちゃらちゃちゃ。やばい。え？ちょっと待って、乗って登れない。なんだ、ウッドボールが近いからこれは毒って言ってるのかってことここで外して、はい、上がって。オッケー。うわ、2.5 個も食らいやがった。猿、おめえ、何の話もしてないのに勝手に入っていけたら、ドゥ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 。ドンタコスったらドンタコスのドンタコスを食べたらね、ダイエットの天敵だよ、食べ過ぎは良くないよ。でも美味しいから仕方がないね。さあ、通してくれ、ケロッケロ。デクロピー、バカな猿をいつまでも捕まえている、バカな王様、お邪魔しまーす。ということで、なんかちょっと奇抜な写真が欲しいと言われていますので、さあ撮ってみましょう。ドンタコスったらドンタコス。おー、ごめんよ、ごめんとつまつれよ。何かを求めて月を見ていた。ドンタコスったら、この辺じゃ見かけないな。バカな猿は、あっちち、やばい。よし、じゃあ、この状態で一旦ですね、ここ戻りましょうか。ちょっとめんどくさいけどね、パパパーピーピーピーパラパパパラパパ沼地そう、これね、毒沼のままの状態でないと、確かね、写真コンクールコンテストが終わっちまうから、コンクールコンテストコンクールとコンテストってどう違うんだコンクールはあれかなんか、でもどちらにせよさ、G を決めるみたいな、そんなノリじゃなかったっけハートキャッチプリキュアなんかもう、てかさ、語彙力がなさすぎてさ、とにかくハート系のなんか、そのハートが出たりとか、妖精が出たりとかすると、全部ハートキャッチプリキュアって言ってて、クソしょうもねえ男なんだよな、知ってる。ということで、お邪魔しまーす。さよなら、バイビー。ということで、たく、またドラムスコー、家としこいて、って。おめえいくつなんだよってね、人間様が対象、はい、人間になりまーす。人間でーす。ということで、これでどうすか、ベイビー。
おーおおどうしまったーすげえじゃねえか敵のつぶしで敵のつぶ入るよく取れたねいや侵入しました超霊すごい投げるチャラチャチャ金のゴマだれまたいいのありがとうということでコンサート終了はコンサートじゃねえわなんだっけということでもう一回また冒険の旅へ出かけて行こうよということで、皆さんには今からですね、一回、やらかしたやつをもう一回やります。何かっていうと、ちゃんと剣士同士の戦いをします。じゃないと、シュ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 。ほら、一回さ、ここでさ、敵倒したときさ、あ、ちょっと待って、ちょっと保険だけ。ちょっとどっか行っちゃったけど、保険だけ。オッケー、ありがとう。セキューって言って、たらめっちゃ飲み会で滑ったなんで何だったっけちゃこいつで吹かないとダメだったっけなんで外したのもう一回こうでOKOKOK 思い出したうんこういうのパッと思い出せるかどうかで、やっぱり若いかどうかっていうことの証明につながるんじゃないかなと思ったりもするんですけど、まあ、もうおじさんだからね、ということで、登らっしゃー、上げていこうぜ、テンションとともに、さあ見ているみんなも向こう側でテンションぶち上げていこうぜ、ベイベー、ちょろちょちょー、ゴルピーが浮かんでる。これちなみにさ、キーじゃん。ちょっと、やれるかちょっと試していい？試すんです。よいしょ。届かない。はい、やり直し。ということで、素直に飛んでいきましょう。もう今から何をやるか皆さん分かっているわけ。はい。剣士の恥は背中の剣だ。意味が分かんない。背中の傷は剣士の恥だってやつをね、再戦しようと思います。まあ、なんなら剣同士の戦いじゃなくて、もはや爆死したやつがいるからさ、ちょっと爆死したやつあまりにもかわいそうすぎるから、ちょっとさすがにちゃんと剣で戦ってあげようかなと思ったけど、保険をやっぱり捕まえていこう。ね、倒れても復活するっていうね。あ、ちょーあんなところに宝箱あったっけ？じゃあ、あれか。あ、行きます。ごめん、間違えて今、もうちょっとで妖精を使っちゃうところだったから、危ねえ。飛んでいきます。ということで、こいつ、そもそもこいつの普通の倒し方がね、弓矢をぶっちゅんってやらなきゃいけないってところだからね。で、上から降りていきます。シャー残念、必殺分身の術。ちょろちょん、ちょろちょん、ちょんちょんちょん。いやー、ゼルダの伝説のムジラの仮面のいいところがさ、こいつと再び戦えることだよね。さあ、剣士の戦いとは？え？嘘？三点世界いいよ、三回転したら終わっちゃったよ。はあ、なんかこれだとまだリザルフスの方が強いんじゃねっていう。まあ、ダイナホスか。この作品リザルフス出てこないもんね。ちょー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 。あったあった。で、これを終わったら、普通にもうあれだよね。ああ、省略の嵐。だよね、戻ってきた。ああ、なるほど。ここはチャーチャーチャーチャカチャカチャーって。でもよくよく考えたらさ、毒の原因が踊る場だったわけでしょ？あいつそんなに体汚いの？何し体洗ってなかったんだろうね。うん。まあ、そんなのはくそ、あんな裏、ここにあれか。瓶詰めのお姫様が出てくるみたいな、タコワサみたいな女の子。どんな女の子で？食べたら辛いのかな？まあ、辛口の女の子なんてもう世の中いくらでもいるからね。うん、本当に。まあ、飲み会に付き合わされた時に、なんか合コンチックのやつでセッティングされた時に初めて出てきた4人のうちの1人の女の子、超辛口だったからね。もう服装がないわ、つけてるネックレスがないわ、髪型がないわって言ってさ、もうそんなことを言う、おめえが一番ねえわって。おめえのその中の謎のポニーテールとかクソダセーかなーとかって女の子にそんなこと言ったら怒られちゃうし殺されちゃうから、私は、あ、そうっすね、ちょっと次回までに精進しますってまた会ってくださいとか言って会う気全然ないけど、とりあえずなんかそう言っとかないと女の子が満足しないかなと思ったから、ちょっとなんか、いや、すごい媚びを打ってみたら、そんな段差も登れないんですか？そんなに体重いの？そんなやってっから殺されるんだぜ、本当にもう。で、ちょっと待ってね。あ、別にあれか。あ、でもこれ、この角度くらいいける？いや、無理だな。普通に燃やしましょう。じゃあ、ということで、雲の館館やって、
的当てゲームは終わったから、次何やったらいいんだろうなぁと。ウッドホールでもうなんか、今からやった方がいいよーっていうようなこと、特にない気もする。あんなところに穴があるけど、あれなんだ？ああ、思い出した。あとあれだ、もう一個やらなきゃいけないことがあった。あの、執事追いかけてって怖いことになってた。よいしょ。また。石を使うと、あ、わかったわかった、思い出した。これあれだ、虫を捕まえていかなきゃいけないやつだ。よっしゃ、オッケー、チャーラパピー。で、はいはいはい。すごい顔してんな、お前。お目目がいくわ。来てくれ、化け物。どう見ても化け物、雲の呪いで化け物に。それと、雲の魂を取ることで呪いかときたらいいこと早く来るし。待て、いや。お前、化け物じゃねえ。思いっきり呪ってきて。チャッチャラチャーチャッチャラチャーということで、なんかめっちゃシャコシャコ、あれめっちゃ、ああ、いためっちゃ虫がシャコってるけど、大丈夫？ここにどれだけいるかだよな。よし、じゃあ、まず1個目。これあれなのかな？ 1 個1個さ、何？また入り口に戻って虫をゲットしていかなきゃいけないのかな？これ虫を入れることでさ、この黄金のストラチラがさ、炙り出てくるじゃん。これ何なの？青い虫たちの方が、この黄金のストラチラよりも、敷居が高いというか、その、ごっついというか、ん？チャラチャラチャラン。ちょっと待ってね。でもこれさ、こいつがあるからまだ楽だけどさ、他なかったら結構辛いのかな？全くいねえし。ちょっと待って。で、じゃあこの中にいるとかなかったもんで、30匹っていうのがやっぱハードル高い。ないー。なんかどっかでシャコってない？どっかでもめちゃめちゃまだまだシャコってるよね。どこにいるんだろう？なんだ？あ、いた、普通に。新鮮なお水お持ち帰りください。普通に走ってる、こいつ。ちゃっちゃらちゃぺー。じゃあ、まあ、とりあえず、虫を捕まえるまでいけないと思うので。なんだ？これやっぱ、沼の方が水よりも簡単なのかな？どうなんだろう？ちょっとルートとかも全然覚えてないから、そこら辺勘弁してね。あちょーん？なんだ？で、あ、ちょっと待って、シャオン、あ、いた。シャオンって、おい、ちょ、下手くそーっていう、ちゃん、ちゃっちゃかぱぴー、あ、いた、上。で、部屋に何匹いるかっていうのがね、わかんないからね、攻略サイトとか別に見てるわけじゃないしさ。よいしょ。で、こっち上向いて、これ、うわぁ、めっちゃいる。これ、なんか外したらなんか出てきそう。おぉ、出てきた。チャラチャチャチャン。これ外すと、なんかあれ、違うな。ゴフ。あ、でもなんか遠くでシャンシャン。ほっ！ごめんね、急に静かになったのは、このシャオンの音が聞こえてるかどうかちょっと確認しちゃって。急に聞こえなくなったね。なんか、急に聞こえなくなったらそれはそれで不安だな。大丈夫かな。あー、これまた虫がいるのかな。虫ピッピーかな。あー、残念でした。また聞いてね。うるる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 。ってことで、これカパパピピンってやると、え、あー、全然いらんかったな。じゃあ、これは普通に、よいしょ。違う、カーフェを被ったところで何にもならないでやんすよ。ということで、てた、ぴょん、オッケー。で、この奥の部屋に行くと、さらに、お、あった。まだいるんだ、この部屋。てか、そもそもこ、あー、ちょっと待って、足、先っちょだけ見えた、ガーって先っちょだけ見えたと思ったら全部挿入してきやがった、この野郎。さあ、どこにいる？どうせこの上にいるんだろ？いる、めっちゃおる。ちょっと待って。むずいぞ、これ。ちょっと逆にむずいぞ。え、これどうやって倒すんだ？そういうことか。ちょっと待って。お前、さらけ出しすぎやろ。お前、体張ってんな。違う。この上、でもこれね、キラービーとか出てきそうなんだよね。ウィーとかやってきそうなんだよ、こいつ。ほんとな、なんか 8本の帯をさ、なんかやってさ。でさ、これで最後です。はーって言って。キラービー、あ、ちょっと待って、あれキラービー。僕いた。あ、いた。チャラチャ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 カチャチャ。そういうところはちゃんと見つけてくれるのね。で、でもなんか火がついてるっていうのもあれなんか気になるけど、なんか何にもないのかな、普通。ちょ。で、はい、で、3匹、じゃあ、よー、1個引っかかって2匹。あー。で、よいしょ、もう1匹。で、3匹。あ、いた、ゴイーン。ただいま、4時50分です。で、
オッケー。シャコシャコ音は聞こえてこないね。よし。じゃあ、こっちにポイッと。おい、チャクチックス。はい、てやー。ハート、ハート。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。で、このままここ中入ってって、お邪魔します。またのお越しをお待ちしております。ほい、よいしょと。ん？あー、これね。で、どっかいるのかな？どっか覗くと、上を入っていたりはしな。のね。オッケー。つうことはよ。この中にいるか、いたわー。普通にいたわー。で、あとこれを一個一個は、え？なんなのこのバカ眠、邪魔なやつね。あ、これ水ぶっかけるってことね。じじじじじじじ。ほいってことで、一個一個やっていきましょう。よいしょ、ほい、こっち。よいしょ。あ、OK、いただきた。あ、ちょちょ、もろかぶりー。あれなんか普通に。あ、ちょ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 。お、オッケー、出てきた。これ出てきたタイミングでさ、あ、びっくり、おはようございますとかなんないのかな。まだどっかにいる音聞こえるな。どこだ？あー、なんかめっちゃいそうだね。これだからやっぱ矢があったら楽なんだな。そういうことだな。そういうことだろう。もっとなんか気持ちよさそう。気持ちよさそうに寝てらっしゃるのが、妙に腹が立つ。でこれやっぱさすがに一個だ、え？よくないね、よくないね、よくないね、8! キラービーやっぱ来た。8本の足出してウィーって言いやがった。ちょっと、来て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 。しかも2匹いんのかよ。しかもここ2匹いんのかよ。なんか、もう虫が嫌いすぎるからさ、すげえゾワッとした今体が。ちゃっちゃかちゃっちゃかちゃっちゃかちゃちゃー。でもまだいるな。え、まだいる？どこだ？ああ、普通にいましたね。あれでもさっきあのあたり確認したはずなのにな。ちょっとずれるだけで結構難しいですね。ジュルシュ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 。オッケー、あと11匹。でも普通にいたわ、お前。なんでさっき見つけられなかったんだよ。よし。じゃ、ほい。すごいね、あの、ムーンウォークしてる。でってくてくてって。このちょっとしたムービーシーンがね、あの常にプレイをしているとやっぱ大変だからさ、よしよしよし、てるちゃちゃちゃん、あーちょちゃちゃかパピー、まだどっかいるのかな、まあまあ、それは普通にどっかいるわな。で、あー、いたね、いたけど、これはさすがに届かないから、これだからどっかで上に登るべや？まあ、じゃあとりあえずこっちの部屋行って、あと10匹っすよねー。はい、どうす？おー、わーざすー、はい、よいしょー。で、あ、ちょ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 。ほい、いない？あーちょ、あーちょ、あ、ちょちょちょ、あーちょ。おー、出てきた。いいねー。さあ、あと7匹。ちゃっちゃかパピー。あー、これ爆弾ですね。オッケー。ちょ、あれ、ちょ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 。爆発させましょう。せかしゅ、爆発じゃん。え？出さなきゃいけないのか。うわ。あー、いるね。あの中もまた、あれなのかな。入れていかなきゃいけないだろうな。あれ、すげえ張ってんな。ほい。あれ、あ、ちょ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 。ん？おい、オッケー。あ、オッケー、ちゃっちゃかパピー。おー、いるね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 。今です！あ、ちょ、わあ、うまいな、こいつ。手前で寸止めしやがった。寸止めは男が一番きついやつだぞ。わかってるか？ほんとにもう。ちょっとなのに、もうちょっと、まだダメよ、つって。うわぁ。ああ、やめてけろー。あの中にいるのかな？ちょっと待ってね。よいしょ。虫大量にいるんだなぁ。だったら初めからやっときゃよかった。ほいっつい、違う、いない。おめえ、そのところでよく燃えなくて済んでるな。元気だな。チャラチャチャー。あと4匹はどこの海に。ていてい、あ、あ、ちょ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 。またまたコントローラーが。とう！あ？いないんかい？ちょっと待ってね。あ、いたいたいた。あ、そうだ、いた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 。これであと3、ああ、そうだよ。朝日が昇る。私、太陽の月。あと3匹。
どこだ？ちょっとごめんね。急に神妙な面持ちになってしまってすみませんが。とりあえず虫を取りに行こう。遠いもんね、音が。どこだ？あそこか。ってことはやっぱあれだね。水で起こさなきゃいけないんだな。了解。じゃあその前に。はーい。お疲れさんでしたー。呪われといてくださーい。よいしょー。とりあえず、これ終わったらこのパターン終了かなー。どうしようかなー。でもなー、せっかくやっちゃったしなー。パカ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 え？違う！そうじゃない！そうじゃないないない！いつの花はが M1 の直前でなんかいろいろとやらかしてましたよね、確かね。まあ、この部屋ではシャコ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 言わないから、まあ、シコシコしなくて大丈夫そうなんだけど、じゃあ、ここ開けていきましょうか。ほいと、ふん。じゃあ仕方がないから、とりあえず、こっちから行った方がいいのかな？どっかでシャン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 言ってるんだよね。天井なのかな？中入ったら、ちょっと待ってね。マジでどこだ？こっち？あ、いたわ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 。普通に壁の裏にいた。パパ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 パヒュー。死なないんかーい。ちゃっちゃかちゃちゃーおめでとうしゃーん。で、あそこに虫いるのかな？ちょっと待ってね。虫あっちの方で手に入らないかな？パパパパパパパ直接行けると楽なんだけど、どうでしょ？あれでもまだいるな。まだどっかでシャコってんな。この中かな？だよね。思いっきりこの中の近くでシャコ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 置いてんな。で、とこあとこっち。ここは？すげえ遠いところでシャコ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 言ってるな。パパ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 パラパパーサンキューソーメッチこっちもいないよね。わあ、静か。仕方ない。世界は、スクートしよう。そうなると、じゃあもう一回ちょっとごめんね。これやっといて、これ、はしご登るときも早くなるのかな。ちょ、そもそもはしごに登れないっていう。なんか気持ち早い気がするけど、どうなんだろう、これ。よし、たた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 シュビビン、シュビビン、シュビビンコーラーかわいそうなカメキー危ない危ない危ない、落ちる。で、ドンからの、シュウォー、シュウォー、潜りまーす、ぽよん。ポポ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 。直接、お前の近くに、get down! sit down! ということで、頼みます。いってらっしゃいませ。チャラチャチャチャン金のごまだれおいしょーあ、ちょ、オッケーチャラチャチャチャラチャチャンで、しこっちか、やっぱりじゃあ。どっかでシャン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 言ってんだよなぁ。あれ？ん？ あー！ お前こんなところに！デク姫、デクババア姫と一緒のあれじゃねえか。で、どこ行った？あ、いた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 。オーケー！
すべてを手に入れた。お前はそこで一生永遠に眠っておけ。黄金スラッシュの呪いにかかるな。次回貴様だ、ネクナッツ、さらばベイビー。ということで、お邪魔しました。喜んでるお兄さん、ムッキムキやん。めっちゃムッキムキやん、胸筋だけ。体のバランス悪る。手でっか、腕細、胸おっぱいぱいやん。ふよ、あー助かった、死にかと思った。いやー、実は以前があるやつにお金持ちになれるからで、この面をここでもらったら使えるで、この中にどこ書いてあるって言われて喋ってから、女前さんが、女前さん、いらねえよって、目にくれてやるよ、誠の面。動物の心を見た。すべての栄養が胸に行っちゃった人みたいになってるよな。うわー、でも耳が実はハイリア人って感じだね。オッケーです。じゃあまだもうちょいだけ遊ぼう。もうちょいだけ遊びんにゃおわだから。で、ちょっと待ってね。オッケー、パー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 パラ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 パーは、そう、ミルクロード、クリミアさんのミルクが飲みたい。違う、間違えた。何してんの俺、バカダメ。違う、執事、ごめん執事。あ、でもそっか、結局デク姫を助けてあげないと怒られるっていう話だから、じゃあ、次回パートに回そう。このままちょっと継続でやろうと思います。はい、ということなので、まずはこのパートは最後、まあちょっと時間つぶしもあるからね。てか、執事のコーナーまで行こうと思ったら、そうだ、しまったな。先にデク姫をあれだね。ちゃんと監禁しとくべきだったね。やっちまったな。可愛いでしょ？みんな俺のこと愛してるよ。愛してるでしょじゃない。確認じゃなくても決定事項こっちだった。はい、お邪魔しまーす。あ、でもちょっと、掛け金が83しかないな。やっちまったな。ちょっと待ってね。チャーラーチャーチャーラチャーチャーって、いきなりやるとね、怒られる。ミスパニーはまた、ママムやん。マダムじゃなくて、最低、それでもするよ。はい、じゃあまず中に入って一番早いと思う、ワンちゃん。はい、オッケー。家族のために、俺は負けるわけにはいかん。今日結構いけそうだな。はい、あんたキープね。で、おめえは？ワン、妻とこ、あ、よし。もう、俺と一緒じゃん。俺と一緒のやつが弱いわけがないもん。で、あ、いいよ。選んだまに、なんなん、ふんって。掛け金、そう、3着から5着まで返してくれる。結構優しいよね。じゃあ、はい、行きましょう。チャーチャチャーラチャチャッチャーン。なんか、競艇を思い出すな。まあ、競馬に行きたいって言ってるね。ちょっと同僚がいるんですけどね。競馬もほら、なんか、やっぱ、生身だからさ、最後の最後での逆転があるけど、まあ、ボートレースはね、ちょっとね、まあ、ある程度その、2周目くらいで結構順位が決着ついちゃうみたいなところがあるもんね。だからそれがなんとかなぁ。ちょっと待って、これ、え？あ、待って、3位か。3着から5着じゃダメなんだよな。1着、2着、来い来い来い、抜け、行け、行け、あー！妻と子供に負けてんじゃん！違う違う、妻と子供には負けてないけどさ、妻と子供のために行って、あー。あら、惜しいわね。もう一回する、もう一回。はん。ちょっと待って。じゃあ、何がいい？ほいほいほい。おめえは？くん、あー、だるい、明日休め。休め。休もうぜ。もうほんと、人間さ、病気の時になんかさ、頑張ってしまうっていう、修正やめた方がいいよ。病気の時は病気なんだから、休めよってね。だるいとかしんどいとかって時にさ、仕事とかやっちゃダメだ。寝不足、俺と一緒じゃねえかよ。お前夜中の2時まで動画編集とかやってっからそんなことなんだよ。ダメダメ、そんなのしちゃった。で、おたくはどうなのよ。結構俺も年かなーって、もうじじいばっかじゃねえか、ここも年、寝不足だし、体だりし。うん、調子をすると負ける気がしない。負ける気がしないって言ってる。勝つ気しかしねえって。うんは別にいつもと変わらねえ。いつも調子よかったら怖いけどな、お前もな。で、おめえは誰だ？うん、今日はいつもより足が軽い。よし、じゃあ軽いのにしましょうよ。足が軽いということは、ラストスパートのその伸びがグイッといくタイプになってますからね。ということで、お邪魔しま、違う。早く選びなさいって。選んでんだろ、目の前。お前、抱えてるやつダメってか、この野郎。おら。はい。じゃあ、コースワンちゃんで行きましょう。選んだワンちゃんがいつ、2着かな。さい。じゃあ、もう一回80ルピーかけましょう。てか、1ルピー単位からかけれんだね。だったらそうしてくればよかったかもしれない。しまった。ちゃーちゃーちゃちゃちゃー。あー、でもなー、外のコースだもんなーって。これでもさ、よくよく考えたらさ、こいつらめっちゃ賢くない？あれ、あれ？
そう、なんか一斉にさ、あんなさスタートラインにバーンって並んでさ、かつさ、しかもさ一斉にさバーンって音でさこう走りかけて、あの走っていくってさ、すげえ賢いよな。そして俺のワンちゃん遅すぎて笑うんだけど、やばいやばい、5着にすらなれやしね。じゃあ5着か、ギリ5着か。まあんだよ、また掛け金帰ってくんのか。おかえり、チャーチャーチャッチャ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 。まあ競馬より優しいシステムだよね、あの5着でお金ちゃんと返ってくるってことは。いやーにしても俺あれだね、センスねえな。あ、一番早いと思うワンちゃんってことは、妻にも負けず雨にも負けずはダメだし、あ、足かりーって言ってるやつもダメだし、俺今日結構いけそうだな。じゃあもういいや、もうあの時間も時間なんでさっさと選びましょう。結構でも結構いけそう、結構はちょっとやだな。ね、もっとなんか強いやついないか。これお前はどうだ。ワン妻と、ああしたじゃあお前もう一回と思ったけど、ダメ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 。それであの、いたら、うん、勝てん。勝てよ、負ける気がしちゃダメなんだよ。ちょ、あ、お前なんか元気そうだな。お前元気そう、お前元気そう。ふん、なんだよ、お前寝不足でハイになってるだけじゃねえか。俺と一緒じゃねえか。なんだ、深夜テンションか。ふん、もう、筋肉痛野郎ばっかりだな、ここは。んで、ちょ、待って、ここで、なんだ、ここで掛け金稼げんじゃねえかよ。よし、オッケー、ちょ、で、この青いやつ絶対ダメなんですよ。てか黄色なんかさっきから元気だな。黄色、お前どうなの、お前どうなの。右足筋肉痛とかなってる。うーわん、別にいつも変わんねえのか。じゃあ帰れよ。器用だな、すごいところに立ってんな。おめえはどうだ。ワン、妻と子供のために負けたんだろさっき。で、ああ払いて調子悪いて、お腹下して新しいドッグフード買ってもらえたらいいですね。君はどうだ。で、勝てよ。勝つ気満々で、やる気満々グローブで行こうぜ。ワン、今日は足軽かったくせに5着だったじゃねえか、この野郎。で、おめえはなんだ。お前は、ワン、今日の私は勝てる気がする、てんてんてんって、そのてんてんてん3つが気になるな。じゃあ、おめえはどうだ。ほい、で、クーン、レブザー、お前またハイのやつじゃねえか、これ間違えちまったよ。おい、こっちこいで。で、クーン、アダル、明日休め、明日じゃなくて今日休め。で、お前はどうなんだ。クーン、俺もとね、右足筋肉痛が走ってんじゃねえよ、もう頑張れよ。で、よし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 。で、お前はどうだ。グーはよくわかんないな。走ることすらもか。何のために走ってるのか。人生相談乗るぞ。あ、じゃあ人生相談じゃねえか。犬ワン相談だな。犬ワン相談ってなんだ。ちょ、待って。本当にわからなくなってきた。ワン、今日は足軽いだけじゃダメだって言ってんだろ。なんかもうこうなったらもう誰もダメなんじゃねえかと思ってきたけどね。ちょっと待って。今日私、よし、じゃあ勝てる気がするやつじゃダメなんだよ。じゃあもう妻と子供のために頑張ってもらおうか。オッケー。じゃあ妻と子供のためにもう一回頑張ってもらおう。はい、持ってきたよ。オッケー。よし、じゃあ、行くよ、そのまま返してください。じゃあ、99ルピーかけましょう。99、ちょ、あれきゃ、な、10ルピー単位か。1ルピー単位の方。じゃあ、1ルピー単位の方持ってくる意味なくね。あ、まあ、一応あるのか。よし。あー、さっきよりは、微妙な、あー、もうスタートダッシュの時点で負けてるんすよね。まあ、だいたいね、いつもね、青いやつはね、なんかかけっこするとね、早いっていう感じがするんだけど、だんだんね、体力がないのか、年のせいなのか、後ろに遅れてくるっていうね。さあ、そっから爆速って、でもね、これね、1位の着、あのね、着順になってた。やばいな、6匹で争ってんな。しかも、あ、よっしゃ、いけ、インコース、伸びろ、鼻の下伸ばすな。いけ、抜け、あ、攻めて2位か、2位か、あ、2位1位ならないかとか、あれ、これなんか、何P以上だったらなんかもらえるみたいななかったっけ。150だったっけ、200だったっけ。ちゃ、あら、ちょっと、まあ、すごいいいかけ、2倍で180ルピーね、ということは150、あ、やった、1勝もやった、ちゃらららららら。オッケー、センキュー、もうオッケーです。はい、稼ぐだけ稼ぐ。あら、そうって。なんだ、ふん言うてるくせになんか、実は書けねえよって言ったら、急に寂しいなっていう声出すんだと。よっしゃ、ということで、ちょっと時間伸びちゃったので、一旦このあたりでね、終了とさせていただこうというふうに思います。ということで、次回はですね、執事と猛レース、猛レース、チキチキマシンをやりたいと思いますので、お楽しみを。注力したらこのまま継続してやりたいと思います。では、チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしく、またね、バイバイ。あ、ちょ、あれ、ウッドホールー。